け。西暦1600年、関ヶ原、戦国と呼ばれた時代、この国には人を殺めることで己を極めんとした男たちがいた。剣という力の支配、男たちはより高みを目指し己の剣を信じ戦った。それから数年、天下分け目と謳われた戦いは世に安寧をもたらし、戦いは姿を消そうとしていた。この世のすべてが金で買える町、祇園。この色町は時代が剣による支配から金による支配に移り変わったことを証明するかのように、今日の町に異彩を放つのだった。僕に寝れやしね。人はうちの店の看板娘たちや。先頭を歩いてるのが吉野太夫や。吉野？ああ、吉野太夫。今この町で一番綺麗で一番稼ぐ女やで。しかしなんで吉野太夫がこんな時間に歩いてんだ。ああ？なんだそんなこともわかんねえのか。あれは鶴屋のおかみの作戦だよ。鶴屋のおかみの作戦？でも一体何の作戦なんだ。売られに来た女たちの気を引くためさ。ああして祇園一と呼ばれる吉野が歩けば女たちの目につく。誰？あの綺麗な人？ってな感じで女たちは吉野に憧れる。そこで鶴屋のおかみが言うわけさ。ありゃうちの店の看板娘さってな。なるほど、それで上物の女を持っていくってわけだな。そうだ、しかも安く買い叩いてな。さすが大店鶴屋の女将だ。えげつないことするね。でもまあそのくらいのことしなきゃこの町じゃ生き残っていけないってことさ。
私もあの人みたいになれるんかい？ああ、精進すればなれるわ。本当かい？もちろん、うちの店に入ればな。ほな、仕事に戻るで。あの吉野太夫が座敷を持つ鶴屋に入りたい女子はおるか？また昼寝どうすか？こないな調子やったら商売上がったりやね、達也の旦那。なんだ、お前か。久しぶりのお散歩やったから顔でも見てこか思って。それよりお茶くらい出してくれはってもええやんか。ふん、何が散歩だ。どうせまた鶴屋のおかみに頼まれて一芝居打っただけなんだろ。まあせやけど。いい加減夢を見させるのはやめておけ。またこの町から抜け出せなくなる女が増えるだけだ。何が言いたいん？結局お前みたいな太夫になれるのはごく一握りの女だけだ。自分が一番よく分かってんだろ。あれ、褒めてくれはるん？違う。ほんならうちらのおかげで商売しているあんたは何様や。ああ、いちいちうるせえな。それにそんなうちらに片っ端から手つけるような真似して、旦那がこの町におると泣く子が増えて困るわ。俺の金で遊んでんだ。文句言われる筋合いじゃねえよ。何を偉そうに。初めてこの町に来はった時には右も左もわからんお侍さんやったくせに。ガニ、言い過ぎたわ。ほな、そろそろ店戻るわ。また気向いたらお客さんとして座敷に来てや。ああ、そういう誘いならいつでも乗るぜ。いつになったらやらせてくれるんだよ。そういうこと言うてるんとちゃうやん。またね。ああ。何昼からカッコつけてんだ。ん？あきれ、伊藤さんじゃねえか。ああ、
ってんのか。あ？なんか騒がしいな。またどうせ売られに来た女が逃げ出そうとでもしたんだろう。いつものことさ。じゃあ俺は店の方に戻るわ。またな。ああ。どうした？何の騒ぎだ？大門で旦那の客が。客？今大門で暴れ回って大変なんすよ。とにかく来てください。おいおい、あらあら、大丈夫か？あいつは。おい、泣いた泣いて。あいつですよ、あいつ。なんだよ、ガキじゃねえか。やめて。おら、こっちに来い。いや、言うこと聞かねえか。早くキリュウって人に会わせて。いや、あの調子なんですわ。でしょ、こっちもただのガキだったら追い出しちまうんですが、旦那の名を叫ぶもんで。ん？旦那どうしました？帰る。え？俺はあんなガキは知らん。ちょっと待ってくださいよ、キリュウの旦那。あ、おい待て。キリュウさんですか？あなたがキリュウさんですか？ああ、そうだが。そう、よかった。お前は俺に何の用だ？ある人の紹介でキリュウさんに会いに。ある人？誰だ？わかりません。何？名前は聞いていません。でもその人がキリュウさんに会えば大丈夫だって。何言ってんだ、さっぱり意味がわからん。やっぱあれじゃないですか、あれ、旦那がどこぞの女にでも産ませた隠し子ってやつじゃ。
とにかく俺はこんなガキは知らん。帰るぜ。ちょっとそれないっしょ。そんなんこっちも困りますよ。ん？じゃあ金もらおうか。お前も俺のこと分かってんだろ。俺を動かしたかったら金の少しでもよこせ。はあ？ちょっとそれ言ってることむちゃくちゃっすよ。旦那の客なんすよ。達也に仕事を頼むときは金が必要だってことはお前だってよく知ってるはずだ。俺は金の絡まない話に興味はねえ。でもこれは仕事とは別でしょう。いや同じだ。金さえもらえばこのガキの世話だって何だってしてやる。どうする？でも…じゃあこの話はなしだ。お前らも女子供の扱いには慣れてんだろ。金払えねえなら自分で何とかするんだな。お金さえ払えば何でもしてもらえるんですか？ん？本当にお金さえ払えば何でもしてくれるんですか？ああそうだ、金さえもらえば何でもするぜ。どうしたんですか旦那。旦那？この娘俺が預かろう。どうしたんですか？だから俺が預かるって言ってんだ。お前らもその方が都合がいいんだろ。まあそうですけど。あ？こいつこんなもん持ってやがる。お前どうしてこんなもん持ってやがるんだ。いや何しでかすつもりだったんだ。いやこいつ旦那やめときな。このガキ俺が預からせてもらうぜ。いやしかしやっぱりこのガキ俺の子供かもしれねえ。旦那ま悪いようにはしねえからよ。ったくさ、じゃあ話は店の方で聞くとしようか。はい。さあ、お嬢ちゃんには聞きたいことが山ほどある。まずその脇差しなんだが。あの、うん？本当にお金さえ払えば何でもしてもらえるんですか？ああそうだが。どんなことでも絶対。ああそうだ、ちゃんと金さえもらえりゃの話だけどな。じゃあ一つ頼みたいことがあるんです。うん？黙ってたんじゃ何もわからねえだろう。あのどうした？なんだ言ってみろ。あの人を。ん？人を？なんだ？ある人を。ある人を。殺してほしいんです。ん？お願いします。宮本武蔵。宮本武蔵を殺してください。
じゃあお前がこの町に来たのはそのおじさんってやつに俺を頼れと言われたからなんだな。はい。でさっき俺が金さえもらえば何でもやると言ったから人殺しを頼もうと。はい。じゃあもう一つ聞くけど、お前はそのおじさんってやつにお前の親たちを殺した男が宮本武蔵だと聞いたのか。じゃあなんでこの刀を持っていたんです。え、私の父と母、兄を殺した男がこの刀を。本当か。はい。それでその刀を持っていた人を探したんです。そうしたら。どこで聞いたんだ。近江の国、小さな村の人が教えてくれました。します。その宮本武蔵という男に復讐してください。仇を取ってください。お願いします。いや、ダメだ。いいか、お嬢ちゃん、人殺しなんてもんはしない方がいい。わかるか。それに俺はお嬢ちゃんの殺したがってる宮本武蔵なんて男は知らねえ。でもなんだ。お金さえ払えば何でもしてくれるって。じゃあ百歩譲って人殺しを頼まれたとしよう。でもお前に俺に払える金があるのか。さっきも言ったが、この町では何をするにも金が必要なんだ。祇園って色町じゃ剣や位は通用しねえ。あるのは金の力だけだ。外を見てみろ。この町じゃお前とそう年の変わらねえ女たちが自分の身を削って働いてるんだ。金で身を売られ、必死になって芸を磨いて自分の力で金を稼ぐ。そしてそんな女たちに男は金を使う。じゃあ私もお金があればいいんですか。あんたら、これで大体この町のことは分かったな。ああ、この店は達也言うて、金さえ払えばどんな汚い仕事でも引き受ける。まあ言うたら、何でも屋みたいなところや。なあ、達也の旦那。まあ、鶴屋みたいに品格のある店は働く人間もお客様も問題なんて起こさへんから、こないな店の世話になることはあらへんのやけど。随分な言いがかりじゃねえか。おお、
今度は庫内に若い子にまで手出してはるん？見境あらへんな。違う、これは。お嬢ちゃん、どこの店のカムロさんや？ま、どうでもええけど、庫内な男と一緒におったらお先真っ暗です。ま、せいぜい頑張っておくれやす。あんたらもよう覚えておきや。この男の世話になるような問題を起こしたら、うちの店の座敷には上がれへんで。ほな、さいなら。行くで、あんたら。ん？どうしたんだ、お前。すみません。何の用や。私を買ってください。え？私を遊女として買ってください。お願いします。すげえ、かっこいい。先生、武蔵先生、今のは何の流派の方ですか？剣舞の一つだ。二刀の舞と名付けた。でも先生、本当に二本の刀を使って戦うことなどあるのでしょうか？いや、これはあくまで剣舞の一つだ。実際に二本の刀を同時に使うということはない。いや、そうとも限らん。あの人、誰？いや、知らない。人というものは必ず利き腕というものがある。でもごく稀に左右両方の手を同じように動かせる人間がいるのだ。じゃあ、そういう人なら二本の刀を持って戦えるんですか？ああ、そうだ。先生はそう思われますか？どちら様ですか？いや、いきなり道場に上がり込んで失礼いたしました。私、徳川家剣術師範補佐、丸目長吉と申します。徳川家剣術師範。宮本武蔵殿、あなたに折り入って話したき儀があり、お邪魔いたした。できれば二人きりで話がしたいのだ。
すごい。ようやく門下生の方にお帰りいただけましたな。丸目殿でしたね。折り入ってようとは道場破りでもなさるおつもりかな。いやいや、そのようなことをするつもりはない。実は宮本殿にある試験を受けていただけないかと。試験？何の試験ですか？ある仕事の。仕事？そう、近い将来必ず起こる東と西の天下分け目の戦いで仕事をお引き受けいただけないかと。徳川ということは東軍への士官の誘いか？いや、
そうではない。ではどういった仕事なのでしょうか。それは試験に合格してからでないと話せない。何せこの国を揺るがしかねない大仕事ゆえ。宮本殿、ここは一つ何も聞かずに試験を受けてもらえないだろうか。いきなりやってきて試験を受けるとは失礼にも程がある。徳川家師範代への道が開けているとしてもか。何、仕事が成功した暁には私があなたを徳川家師範代に推挙する、約束する。あの徳川の、いよいよやってくる東と西の戦いで徳川は天下を統一する。そうすればゆくゆくは天下の師範代ということに。あなたも剣士としてこのような道場で一生を終えるつもりではありますまい。ここは一つ私の話に乗って試験をしてみないか。どんな試験なんだ。試験は至って簡単。今ここで私と一試合してもらう。 あなたと。ああ、何、心配はない。どのような結果であろうとお命を奪うようなことはいたしません。いかがするか。お手並み拝見といこうか。もう終わりかな、宮本殿。実力はよく分かった。合格だ。え？合格だ、宮本殿。明日の朝、共に出立しよう。旅支度をするがよい。
本殿、どうして私があなたに声をかけたのか、わかるか？いいや。それはな、お主には型というものがないからだ。型？ああ、そうだ。剣士として道場を持つほどの人間なら、誰しもがそれなりの流派というものを持っている。だが、宮本殿の剣には型というものが存在しない。つまり俺には剣士としての基礎がないと。いや違う。いくら高名で強いとされる流派を継いでいても、弱き者は弱い。剣の強さというのは、悲しいかな、人を斬って初めて身につくものだ。人を斬って？そうだ。私が探していたのは、すでに何人もの人を殺してきた手だれの剣士と、まだ血を浴びていない無垢の剣士。どうしてそのような組み合わせを？戦場で生き残るには二つの能力が必要だからだ。二つの能力。一つは戦いの経験、そしてもう一つは戦いへの好奇心。好奇心？そう、好奇心。つまり人を斬るということへの強き欲求。じゃあ俺はその好奇心を持った剣士だと。まあそういうことになる。随分勝手な理由だな。別に俺は人を斬ることが好きで剣士をやっているわけじゃない。そんなことはない。え？最後の最後まで勝つことを諦めず、この私に剣を向けた。その時の眼差し、あれは本気で人を殺す人間の眼差しだった。宮本殿。なんだ？戦場で経験は時に役立ち、時に足かせになる。手だれの剣士ほど自分の腕の限界を知っている。そういった剣士は、戦場で自分より強い敵に出会ってしまった場合、その場から逃げ出すか、もしくは逃げるか。俺には考えられんな。そう、それだ。お主のような経験がなく、それでいて強き心の持ち主は、今回の作戦。なんか今から死ねと言われてるような気分だな。それほど困難な作戦であるということだ。どんな作戦なんだ？俺には想像もつかない。時が来たら告げる。今話すことはできないのだ。どうする？引くなら今しかないぞ、宮本殿。いや、こんな片田舎の道場でくすぶるくらいなら、俺はたとえ危険でも腕を試す方を選ぶ。夜遅くにすまなかった。宮本武蔵か。死なせるには少々惜しい男だ。だが仕方ない。これも剣士の定め。いやー、いよいよ明日作戦決行ですな。
今から腕が鳴るわ。まったくだ。天下分け目の関ヶ原、いよいよ我らの剣が天下の役に立つ時が来たというもんだ。お若い先生、そんな心技臭い顔しとったら勝ち戦も負け戦になってまいますがな。さ、一献。結構、拙者。戦いの前に酒はやらん。まさか下戸ってことじゃないでしょうな。おい、聞いたか？ここには酒も飲めねえ構造がいるぜ。いや、下戸の若先生。おっと、これは失礼。まさか下戸の先生がいるとは。さあ、飲めや。さっきのやつの酒は飲めんでも、わしの酒なら飲めるはずや。おお、どないしたんや。それともわしの酒が飲めへんちゅんか。それじゃ、いただこうか。おお、素直やないか。さえ、それでええ。若いうちは強いやつの言うことを素直に聞くもんや。さ、飲めや若いの。武蔵。ああ、宮本武蔵という俺の名だ。ああ、若いのじゃねえ。継がれた酒は飲めねえが、売られた喧嘩はいつでも買うぜ。おお、いいぞ。やれやれ。おお、ええ度胸しとるやないか若いの。わしは近江の人斬りゴルハチこと真島ゴルハチ。よう覚えときや。俺もあんたと同じで人の名前を覚えられないたちでな。まあええ。そないにでかい口叩くっちゅうことは剣の腕も相当なもんなんやろな。さあ、試してみるしかないわ。せやな。ほな行くで若いの。まだこれからや。もう勝負はついた。これが真剣勝負だったらお前は死んでる。何や、まだ人を斬ったこともないような若造が。丸目さん。
今からはしゃいでどうする。力を使うにはまだ早いはずだ。どう？良いではないか、マルメ。喧嘩するだけの元気があって何よりじゃ。天海様。天海だと。天海様だ。お主、なかなか良い腕をしておるようじゃの。宮本殿、控えろ。このお方を誰と心得るか。良い顔をしておる。どちらの剣士様かの。美まさかの国。ほう、作州の。してそなたの流派は。ありません。冗談を。本当です。その者は宮本武蔵殿と申す無流派の剣士です。丸め遅刻。丸め、貴様どういうことだ。浪人風情を舞台に入れるなど。いや、天海様、宮本殿は無流派ですが腕の立つ男でして。どうだか。分かっておるな。今回の一件、万が一にも失態は許さぬぞ。は、承知しております。小次郎は。は、すでに目標の場所へ。そうか、ならばよい。あとのことは任せる。しかし、あの南光坊天海まで出てくるとは。あんた、ほんまええ度胸しとるな。さあ、そろそろ説明してくれてもええんやないですか。丸目の旦那。今回の作戦は、徳川率いる東軍の裏切り者を斬ることにある。東軍やと。同じ徳川の軍の中に裏切り者がおるっちゅうことか。おい、どういうことだ。裏切り者だと。作戦は今夜決行。まず裏切り者が宿を取っている屋敷に忍び込む人間を2名決める。他の者はその2名の援護に回る。2名。つまりその2人に選ばれた奴が大手柄を立てられるっちゅうことやな。そうだ。だが死ぬ確率も最も高い。さよう。どうだ、志願する者はおらんか。俺が行こう。本当にいいんだな。ああ、俺は中途半端に名声を得るためにここに来たわけじゃない。
もう後戻りはできないんだ。せやな、兄ちゃんの言う通りや。わしは大勢の人間を斬ってきた。こうなりゃあとは地獄か天。どうせやったら大手柄立てて天国へ行こうやないか。よし、では決まりだな。ああ、そうやな。それでは二人に今回の作戦の詳細を伝える。残りの剣士たちは別までしばし待たれよ。さあ話を聞こうやないか、丸目の旦那。ああ、では今回の作戦の詳細について伝える。まず二人にはこの後すぐにこの場所を出て行ってもらう。すぐに。ああそうだ、深夜の寝込みを襲う。奇襲作戦ってわけか。そういうことだ。しかし寝込みといっても相手はかなりの人数を引き連れて屋敷に陣を張っている。よってまずお主たち以外の剣士が表から攻め込む。そして裏口からお主たちが忍び込み首を取る。つまり他の剣士たちはおとりになるっちゅうことか。な、しかし丸目の旦那、備えに手の込んだ作戦つかなあかんちゅうことは、その裏切り者ってのは備えに偉いやつなんか。それに徳川家の参謀役である天海が仕掛け人なんやったら、こないにこそこそ行動する必要はないんてちゃうか。天海様をもってしても表立って動けない敵ということだ。それってあんた。これ以上は聞かない方がよい。丸目さん、どうした。この作戦、もしも俺たちがそいつの首を取ったらどうすればいい。とりあえず屋敷から逃げ出すんだ。屋敷の裏口から逃げ、南に三里ほど行った参道に古い寺がある。そこに集まれ。その場所にたどり着けば作戦は成功ということか。ああ、寺の中に入り迎えの者を待て。分かった。話は以上だ。あとはお前たちにかかっている。ああ、ほな作戦の成功を祈って。ああ、はあ。宮本武蔵、真島五郎八、お主たちは本当に良い目をした剣士だ。今回の作戦、私はお主たちに声をかけてしまったことを少し悔いている。おいおい、誘っておいてそれないんとちゃうか、丸目の旦那。その通りだ。それとも何か、まさか戦う前から俺たちが死ぬと思ってんのか。いや、そうではないのだが。
ではそろそろ出発の時間だ。生きろ。え？死んでしまったら全ては終わりだ。本当に後がなくなった時は逃げろ。何がおかしい？急に何言ってるんだ、丸目さん。は？ほんまやで。死ぬ気でやれやの、生きろやの、逃げろやの、あんた言ってることがめちゃくちゃやで。本当だな。少し酒が回ってしまったのかもしれん。では。騒がしくなったようやな。わしらもぼちぼち始めようが。ああ、とっとと肩をつけて丸目のおっさんにええ酒でもごちそうしてもらいまひょが。そうだな。ほな、行くで。何者だ。したんか。いや大丈夫だ。よし、ほな行こう。何してるんや。早よ行くで。ああ。
かと終わらせて。
来やがれ。やはり来たか。天界の差し金か。お命頂戴つかまつる。僕が本家の人間やったんか。貴様らこちらのお方が徳川家の嫡男、結城秀康様と知ってんだろ、大関か。
見てみや。あそこが丸目の旦那の言うてたとこやな。ああ、早いって休もうや。な、なんや、まだ誰もおらへんやないか。わしらだけかもしれんな、生き残ったんは。ああ、しかしまさか敵があの結城秀康だったとはな。ほんま、えらいやつを切ってもうたで、あんた。結城？な、何やお前、結城秀康を知らんのか。そりゃほんまの怖いもん知らずやな。ある意味さすがや。どういうことだ。まあ、ええ、説明したる。ゆっくり座って話そうや。